はい、どうも、今日はですね、スタッフ健太の自転車塾番外編ということで、スペシャルゲスト、新潟じゃないか、日本が誇るアマチュアのトップレーサー、田崎智康選手が来てくれました。ということで、よろしくお願いします。すいません、急に、はい。ということで、今日は田崎さんとですね、対談をしていきたいと思います。はい、ということで、田崎さんとですね、いろんな話をしていきたいと思いますが、視聴者からですね、いろんな質問が来ております。はい。まずはですね、一日のスケジュールはどういうふうに過ごされていますかと。まあ、平日、休日、いろんなパターンがあると思うんですけど、一日のスケジュールはどんな感じなんですかね。例えば平日であれば、まあ、4時半から5時ぐらいの間にまず起きて、早い。で、そこをお湯を沸かします。お湯を沸かして、ホットコーヒーを飲みます。やっぱコーヒーを飲まないと始まらないし、コーヒーってパフォーマンスにも、プラスの効果があるっていう。そうですね。コーヒーを飲んでから朝練に出かける。朝練、で、大体普通に飲むときは2時間ぐらい、朝。それ朝何時ぐらいからスタートするんですか？5時半前後ぐらい。はい、だから結構朝時間をかけて準備して、まあ、ストレッチとかもして、4時半に起きて、コーヒー飲んでストレッチとかして準備して5時半から練習スタート、で、2時間乗って、帰ってきてダッシュで着替えて会社に行くという感じですね。平日はそんな感じ、で、会社から帰ってきて時間に余裕がある時は、大体30分のローラー乗って、大体220ワットぐらいで乗ると、TSS 30分で30稼げるんで、で、30稼いでビールを飲むと。ああ、なるほど、はい、ビールのための30分のビールのために30分。これやるとやらないでは味が全然変わらない。ああ、なるほどね。というのが大体平日、なので、一日の TSS としては、まあ100、どうだろうな、140から170ぐらい、まあ、ちゃんと乗るときは。朝練のメニューはどんな感じで、なんか月曜日何やってとか、火曜日何やってとか。大体1週間でいくと、まあ、月曜日は土日結構 TSS 出るんで、月曜日は流し、で、火曜日頑張る、水曜日は、リカバリーなんだけど刺激をちょっと入れる、で、木曜日頑張る、で、金曜日で流して土日頑張る。頑張るって、頑張るメニューとか。メニュー、メニューはね、基本的に日によって違うけど、でもやっぱ効果的なのは、やっぱ無酸素系の競技はやっぱ入れた方がいい、2分とか、で、2分でもがけるような坂、まあ、新潟だと薬科台っていうところがあって、そこで、まあ、リピート2分を入れたりとか、あと、やっぱベースを鍛えるためには L4 っていう、まあ、20分走とか15分走ぐらいを入れられるようなところで TT をやったり、それを火曜とか木曜日に割り振ってやっていくと。 TT やるときは海沿い？ TT やるときは海沿い、信号が少ないから。なるほど、まあ、それによってコースをちょっといろいろ変えて、そうやるメニューによってコースを決める、なるほどね。で、夜の練習はビールのための練習と。ビールのための練習、で、ダイエットも兼ねてるんだけど、結局飲みすぎるからダイエットにならない、まあ、どつぼにはまる。大体みんな同じ。新潟ライダーのもう宿命というか、やべえ、もうなんか血が酒の、ね、混ざってるみたいなね。終わりました。1日のスケジュールはそんな感じ。夜何時寝てるんですか？夜は、まあ、10時までには寝るように。10時までには寝る、してるかな。なるほど、まあ、1日のスケジュールはじゃあそんな感じということで、
まあ、今練習の内容が出たんで、まあ、これも視聴者からのご質問で、うん、30代、40代で練習方法は何か変えましたかという質問が来ます。なるほど、はい。まあ、なんか年齢によって変えたっていうことはないんだけど、うん、その時の目標があのそれぞれ違くて、うんうんうん、30代前半はまさに乗鞍メインでやっていて、30代半ばから沖縄メイン、うんうん、で今はまあニセコとかシクロクロスなので、うんうん、目的、目標に合わせた、はい、まあ、トレーニング内容になっていて、うんうん、例えば具体的に言うと、ヒルクライムメインだった時は、うん、まあ、10分もがくような練習だったり、ヤヒコ、まあ、近くの山に行って何度もリピートしたりっていう練習がメインで、あんまりロングはそれほどやってなかった、うん、で、30代半ばで沖縄を目指すし始めたところから、上りもやりつつ、ロングもやるみたいな感じになっていって、で、最近では、まあ、春先は結構やっぱベーススクールのためにロングをやって、で、夏以降シクロクロスをやるためにインターバルが中心になっていく、こういう今、流れ。なるほどね。ちょっと上りの練習が不足気味だから、あれ今年なんかヒルクライム復活しようかなみたいな感じの話を、誰からちらっと、誰からその話を、いや、なんか風の噂だね。そうなんですよ、うん、私あの一回乗り越え、卒業させてもらったんですけど、そうね、まあ、またあの40代になって、うん、また新しい挑戦しようかなって、うん、で乗り越えで、年代別なんだけど、うん、年代別で10回これから優勝してみようかな。はい、結構ね、10回勝つってすごく多分難しいこと、まあ、まずは1回から1回勝つことをまず目標に、はい、村山大先生みたいな感じの、いや、村山さんにそれ言ったらめちゃくちゃ怒られる。これ年代、村山野郎はチャンピオン出ろよって怒られるけど、年代出んねん、そこはいろんな考え方が、まあ、自分はこう年代別で一番高いところをちょっと目指してみる。なるほど。ってことは40代はかなり熾烈な戦い。え、乗鞍は？乗鞍は？男子 D。エントリーした。した。おっと。待ってろよライバル。誰だか分かんないけど。40代暑いですからね。今ね。暑いから。暑いと思う。なんか五郎さん、加計五郎さんもなんか年代別出るとか出ないとか、多分クラスが違うのかな、一緒チャンピオンクラスじゃなくて、うん、なんか違って聞いたけど、うん、多分ね、もう面白いと思うんだよね、年代にまた戻って、うん、本当その優勝争いですよね、まあ、そこまでいけるか分かんないけど、あれ、今何歳でしたっけ、42、うん、じゃあ10年ってことは、52まで、昼くらいの。いや、10回だから別に死ぬまで。あ、死ぬまで、ね、そう。死ぬまで。10回優勝するってこと？そう。あ、そういうことね。そう。優勝できなかったらカウントになんないってこと？そう。あ、なるほど。そうやったら、はい、ずっと楽しんでいけるじゃん。死ぬまで自転車は、ね、競技っていう部分で、ね、楽しんでいけるし、はい、まあいいチャレンジだと思うんで。10回優勝ね。どうかな？なるほど。いや、いいと思いますわかんない、途中で変えるかもしれないけど、今そんな。それはもう乗鞍オンリー、乗鞍、乗鞍オンリーね、うん、はい、うん、まあ、今年ね、開催されれば一番いいですけど ね、ちょっとまだ、はい、わかんないからね。なるほど。それと、まあ、ヒルクライムもあれなんですけど、シクロクロス、なんで始めたのか。これはよく聞かれるんだけど、うん、まあ、40歳になって、まあ、丸返し地点じゃない、うん、大体、はい、まあ、私も人生80年ですけど40になりましたね。そうなんか新しいチャレンジがしたでも、ね、自転車は大好きだから、うん、自転車で新しいチャレンジをしたいなと思った時に全く今までやってなかったことって、うん、オフロードだったんだよね。オフロードね。でマウンテンバイクはちょっと怖かった、怪我が結構なんか骨折ってる人いるし、あ、まあね。でシクロクロスは結構ロードに近いから、うん、あ、いいかなと思って、それでやるからね、やっぱりてっぺん取りたいなと思ってマスターズ
でちょっと挑戦してる。なるほど。いやでも厳しい、全然思ってたより厳しかったけど、思ってたより楽しい。すごい。五郎さんがいたり、そうそう、まあ、いろんなね、全然ロードとかヒルクライムとは違うジャンルの選手がいて、マウンテンバイク系の選手とかロード系の選手なんかね、一種格闘技。そうだよね。そう、それがねものすごく面白い。うん、いや、いろんな、まだ2年ぐらいしか真面目にやってないけど、多くの出会いがあって、いや本当初めてよかったと思うんで、まあ田崎さんもともとあれじゃないですか、そのトレランもね一生懸命やってる感じだから、まあ、得意分野って言えば得意分野ですよね、自転車プラス。まあそうなのかな。だからなんか結構そういう人たちが、この前のそのマスターズのなんか上位を埋めてたような感じですよ、太田さんとかね。だってそう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 、まあ太田さんなんて10キロ31分だしってた時があるっていうのすごいよね。そうそうそう、すごい。だからまあランも自転車もね、一生懸命やってる人は、シクロクロス、そうだね。生為さんもね、特別な足を渡してくれてすごいすごい。いやー、なるほど、シクロクロスね、ぜひ、まあ、ぜひ始めてください。いろいろなんかマウンテンバイクは一生懸命やってる。まあまあまあ、シクロクロス全然来ない、ね、シクロクロスね、まあ冬休みたいっていうのが、ズイフトやってる、まあズイフト変わっちゃったんだけど、そう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 、あ、わかりました。ちょっとまあでもいろんなねチャレンジをしてみるのも一つ、いいかと思います、はい。で、ちょっと緩いところで、遠征の時には家族はどうしているのか、家族ポイントはという質問がですね、これは30代女子、N さん、キムチ、サイクルワークス、フィンズという、うちのスタッフが家族ポイントだっていうような感じで言ってますけど、はいはい、すごく重要なポイントです、ね、ポイント。やっぱりね、妻とか子供がいる中で競技を続けていくためには家族の理解が不可欠だ。で、まあ、レースだけだと全然家族ポイントもう大量に募集されて失効しちゃうんで、ポイントとしては美味しいお店を必ずセットして行きとか帰りに寄る、事前に調べる、事前に調べる、はい、例えば秋田のレースに行ったら帰りに岩垣食える、行くみたいな、とか乗鞍行くんだったら安曇野で美味しいピザ屋さん行くとか、そういうのを必ずセットして、それは田崎さんが調べる、ちょこちょこ、こんなのどうってプレゼンをして、そう、 Google マップとか駆使して Google でほもう口コミとか見てここいいなそのなんか星マークがたくさんついてるところに行くっていう感じね。そうそうそう、食べログとかじゃなくて Google マップで自分のルート上に近いところでいいところを探して、これ大事だと、皆さんもぜひ奥様に連れてってあげてください、家族ポイント、はいはい、うちもね、この前一緒に富士茶で行きましたけど、初爽やかに潜入しました。爽やかって分かる、ほほほ、なんか炭焼きハンバーグ、あれすげえ分厚いハンバーグをこう真っ二つに切って、女の子がジューってしてくれるの最高だもうジュンジュンしちゃっていいですかみたいな感じ、それめちゃくちゃ並んだってやつ、そう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 、いやほんとね、あれ爽やかやばい、整理券取って、その2時間半後にようやく帰ったすごいね、やばいやばい、そうそうそう、まあそういうポイントは必要ですね、必要ですね、本当に、はい、大事、なるほど。